皆さん、こんばんは。橋本です。もう一本、最後、動画を上げます。瞑想しておりましたら、どうしても、今から話すこと、言いたくなっちゃいました。なので、話します。ですね、本当にアセンションしたい。本当に悟りの境地を味わいたい。本当に神と共にあるって自分が体験したい。そういうふうに本気で思っている方だけにちょっと話をします。もうこのことができるのは自分で自分の御霊と向き合う、それしかもう方法がない。で、特に、自分の感情と向き合うんです。今人間はね、今瞬間のことを考えたり、ふと思ったら過去のことを考えたり、次の瞬間ふと思ったら未来のことを不安があったり、あれどうしよう、これどうしようってなるんです。常にいろんな思考、そう、頭がいろんなことで忙しいんです。これをですね、一旦沈めるんです。そして今何を味わって、何を感じて、どういう感情に浸っているのかっていうのを徹底的に自分で見ていくんです。その時に常にポジティブでワクワクして楽しいことを考えている人はもう何ら問題ないです。もう合格どころか、もう最高、素晴らしいです。けれども、ほとんどの人が、大概、ネガティブなこと、ね、それから不満、不平、ね、それから人のこと、ね、もう周りのこと、そこに意識がずっと向いてます。これを本気でやめることです。そして、自分の内側にすべて、すべてですよ。全知全能、全霊をかけて、自分の内側の魂とだけに向き合って、そしてそれに対して徹底的にその感情を味わい、そして今自分の感情はどういう癖があって、どういう思考癖になって、なんていうかな、自分の魂の傾向性はどうだとか、そこを徹底的に見ていく、ね、掃除していく、洗濯していく、そんな感じです。これを、ぜひやってください。で、僕の感覚ですが、もうこのあと間もなく、デクラスが起きます。要は石屋の大悪党ぶりが世間一般に公共放送を使って、発表されます。その後に皆さんの魂、御霊が本当に振り分けが起きるんです。だけどまだ時間があります。まだ時間があるので、なんて言ったらいいかな、言葉は語弊があるかもしれませんが、もうつべこべ言わずに、残りの時間、ね、発表までの時間、徹底的に自分の魂と向き合ってください。これは、後々のアセンション後の魂の振り分けの起きたときに、
少しでも後悔しないために、お伝え した次第でございます。もう僕の魂はアセンション後の混乱、御霊の混乱、それがもう絵に描いたように見えてます。どうなるかって、その時に、ああ、あの時橋本の言うことをちゃんと聞いて自分の魂を見てた、自分の感情を徹底的に見つめてきた、そしてその魂の感情の、どちらかっていうとネガティブな、気持ちに光を当てることができた、癒すことができた、そういったことができた人が後で、あああん時の脳が汚れてた橋本の言うことを聞いてて本当に良かったなというふうに言ってもらえる、そういう自信がなんだかあるんです。根拠はないんだけどあるんです。で、なぜか知らないけど、このことを YouTube で喋れ喋れってね、なんかこう来るんです、直感が。だから撮ってます。で、何人の人がこの動画を見てくださってるかは分かりませんし、どうかは分かんないんです。だけどこれで、この動画を通して、ご縁があった人、だけでいいんです。とにかくその中で、10人に1人でもいいんです。とにかく1人でも2人でもいいので、このことに気がついて本気で自分の感情と向き合う、ね、やってみようっていう人がこの瞬間からスタートしていただけるんであれば、それだけでいいんです、はい。で、もう今まで忘れていた生まれる前の記憶がこの内観をすること、魂と向き合うこと、自分の感情を癒すこと、消化体を鍛えること、こういったことを徹底的にやると思い出していくんです。あれって。そういう、その、生まれてきた目的、そういう方向に自然と創造主がそちらの方向に持ってってくれるんです。これは僕が自分で体験してるんでよくわかるんです、うん、これね、頭でああしようこうしようっていうのはもう一切必要ないんです。すべてもう創造主に一任すればいいんです。ただ今この瞬間の、自分自身の感情、これをとにかく徹底的に見ていく、そしてネガティブな感情が湧き上がっているんであれば、それを徹底的に癒していただけるだけでいいんです。ただそれだけです。お金もかかりません。どこにいてもできます、ね、気が向いた時に、思い出した時にやればいいだけです、ね、なのでちょっと取り留めもない、わけのわかんない、なんだかよ変なことばかり喋った橋本ですが、最後までこの動画にお付き合いくださった方、本当にありがとうございます。ぜひ一緒に、ね、アセンションの世界、弥勒の世、ここでお会いしましょう。どうかよろしくお願いします。